エレンはロッド・レイスの手によってレイス家の礼拝堂の地下に拘束されていた。そこでヒストリアとロッドに手を触れられた瞬間、エレンの中に何者かの記憶が流れ込む。巨人と化した己の手で惨殺される見知らぬ子供たち、見知らぬ巨人との戦い、注射を打たれ巨人化する幼いエレンの姿、そして父親の遺体。エレンはそれが父のグリシャ・イエーガーの記憶であると確信する。思い出したか、父親の罪を。なんで今まで忘れてたんだろう。私は一人じゃなかった。優しくしてくれたあのお姉さんがいた。その子が長い黒髪の女性であれば、おそらく彼女はフリーダ・レイス、お前の姉だ。フリーダお姉さんは今どこにいるの？会ってお礼が言いたいの。もうこの世にはいない。5年前ここで彼の父親であり巨人の力を持つグリシア・イエーガーに殺されたのだ。そして彼の目的はレイス家が持つ力を奪うこと、フリーダの中に宿る巨人の力だ。フリーダの巨人は巨人の頂点に立つ存在だった。だがグリシャに食われて力を奪われ、そしてグリシャはレイス家を根絶やしにすべくそのまま我々一家に襲いかかったのだ。そんな、どうしてそんなひどいことができるの？